明治大学創立140周年誠におめでとうございます。まあこれからも150年、200年と永久に明治大学が続くことを期待しております。私はあの今までの人生の中でどんな経験も決して無駄な経験がないという信念を持っております。えこの中で本来の対面授業はできず遠隔授業と学生の皆さんには大変ご苦労されていると思います。 また教職の皆さんもご苦労されてると思います。しかし、この中でですね、きちんと勉強してきた、ね、そういう遠隔授業をこなしてきたという、そういう経験自身が将来に必ず役に立つと思います。どんな経験も決して無駄な経験がありません。与えられた状況の中で再現を尽くし、頑張ってください。